ごきげんよう、柴田理恵留です。カウンセリングをしていると、毎日欠かさずやっているお手入れ、続けているスキンケアは何ですか？それは何もしてないです。え、嘘だ。いろいろしてるのに何もしてないっていうパターンのやつと思われたでしょ？でも、普通のことだけ、洗顔をして保湿をしているだけなんです。いろいろ塗って肌を甘やかすより、ターンオーバー、肌の生まれ変わりを意識しています。今日もノーファンデなんですけど、汚れを残さず洗顔をすること、そして乾燥しないように保湿をすること、この2つが大事です。保湿で言うと、この季節、汗をかいたり暑いことで肌がしっとりしているように感じると思いますが、実は乾燥しているんです。今しっかり保湿をしておかないと、夏の後遺症として乾燥に悩まれる方がどっと増えることが多いんです。今こそ保湿に気をつけてみてください。保湿の集中ケアはシートマスクがいいと思います。市販にいい成分が入っているものがたくさん出ていますが、私のお気に入りがこれです。ナノ PDS NMN フェイスマスクです。これは光を防ぐ意味で遮光になっている服で、しかも一枚一枚が密封されて小分けされているんです。このフェイスマスク、何が違うのか。医療で使われている皮膚浸透技術である PDS が使われているから、貼るだけで成分が肌に吸い込んでいく感じがわかるんです。NML とはニコチンアミドモノヌクレオチドという若返り成分です。ビタミン B 群の中に含まれる物質で、肌本来の保湿力をアップさせると注目されている成分です。この NMN に加え、汎用系幹細胞培養調整液までたっぷり入っているんです。さらに、保湿性とハリや弾力を保つ成分であるグルテオグルカン、ロイヤルゼリー、この贅沢な成分が PDS の皮膚浸透技術によって数年前の肌に戻ってくれる感じがするんです。通常のフェイスマスクは、貼った当日や翌日まで潤った感じがありますが、これはどんどん肌が若返っていく感じがします。頻度を上げて使うごとに顔がキュッと引き締まって小顔になったりリフトアップしていくような感じさえも実感できます。だから私は今これを毎日やってます。ここでシートマスク、フェイスマスクの正しい使い方を補足したいと思います。どのシートマスクも肌荒れをした時には使わないでください。フェイスマスクはあくまでも水分補給を補うものですから、お肌にトラブルがある時は控えた方がいいです。そして温度を変えないでください。夏は冷たくてヒヤッとしたものを顔にのせたいと思って冷蔵庫に入れたりする方がいるんですが、ベストな状態で使っていただきたいので、常温でそのままでお使いになってください。そしてお風呂では使わない。これも大事です。体が温まって毛穴が開いているから成分が入りやすいと思ってらっしゃる方もいるんですが、それは間違いです。お風呂の中では肌も濡れてますし、汗もかいてるかもしれないので、あまり効果的ではありません。そして最後に、その商品の時間を守ってください。だいたいシートマスクは10分から20分と表示されているものが多いと思いますが、その時間を守ってお使いになってください。保湿の集中ケアとしても、ぜひフェイスマスク使ってみてください。では、また次回の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録とベルのマークを押していただくと見逃すことがございませんので、ぜひよろしくお願いいたします。